宝雲寺は、福井県福井市にある新州大谷派の寺院。三号は、高田山。本尊は、阿弥陀如来。この寺は、かつて、越前国の新州高田派本山として一派を成した、熊坂千秋寺である。時は以宮から、伊勢国一神殿の本山千秋寺へ入寺した町が、寺内の対立で、行営と争い、越前国境軍熊坂に新たに千秋寺を、 建てたのに始まる。その後、町、新空府氏が、相次いで亡くなった、天正十四年に一度廃絶したが、下屋国高田千秋寺から来たマノが、入軍派田中へ移して畑中千秋寺として、再興し、一神殿千秋寺との争いを続けた。が、マノの弟子魔境の代に行った江戸幕府への訴訟で、官営十一年敗訴し、これが元でまたも廃絶した。 しかし、正則の古仙誉丸が、宮方法制で得らとして見たび復興させて高田派から、独立を図ると一心伝先修寺はこれを幕府に、訴え出た。その結果、漢文3年3月に、宮方法制で得らは破局され、正則、仙誉丸府市は、大見国大公判に入るされた。その後、正則の公室系ヒロインが、宝物や古文書を持って、高山道場に入り、 新州仏光寺派に転修したが、漢文六年仏三寺派が、西雲寺を越前に混流すると、漢文十一年に、洋の瀬村に、古籍堂堂城を混流して、新州大谷派に転修し、法雲寺の事後を得た。そして、上京三年に、大和寺裏に寺本を移した。ありがとうございます。